キンプリ、最後の TBS、C、D、t v が消えた騒動スマップ公開処刑級、異常動画が疑念紛失の根源にご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日、TBS では19時から21時にかけて、アイアム冒険少年。 の2時間 SP を放送。その都合で、通常20時から放送している音楽番組、CDDV ライブ、ライブ、は休止となる。これ自体はよくある話だが、多くのタイミングが重なった結果、SNS、ネット上では予想外の炎上が起きていて、 炎上騒動の発端の一つ派この日が5人のキー、NG ・エヌ・ジー・アンドクスとして最終日であること。平野志耀さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太さん、25の3人が脱退し、同日にジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場し、金プリは高橋海人さん、24、戸長瀬恋さん、24の同ユニットに生まれ変わります。 そして、憶測と言わざるを得ないのですが、実は5人最後の日に放送される CDDV に金プリが出るはずだったのに、取りやめになったのではという論調で SNS が荒れてしまっているんです。実際に5人の金プリとして最後のテレビ出演と告知されているのは5月20日放送の生番組メニュー 101NHK ですね、女性編集者。 多くのテレビ誌では5月22日は CDDV が通常通り放送する旨が番組表に記されていた。内容はアーティスト自身が作り上げるステージを丸ごと性中継ぎ逆三角ライブ裏側にも密着と書かれている。それがここに来てなくなった形なのだが、他の方のついに52の CDDV テレビ欄からなくなってるとありましたた。本当は5人の金プリが522に見れたはずなのかなな事務所の仕業なのかなすごい意地悪ですよね。114-23時医師の日の私たちが大切にしてる午後11時のあの発表米印、3人の脱退発表もわざとやと思ってますてます。 キンプリが FC 動画で最後最後をやたら連発するなと思ってたけど TVC であった CDDV が消えてることと一緒に考えると本譜になるな。と多くのファンから怒りの声が殺到しているのだ。四角ファンが事務所に再疑心を抱いたきっかけはもっとも最初からキンプリが出演するとは一言も書かれていない。 テレビと最新の番組表で内容が変わるのは珍しい話ではないという点から。 CDDV が22日変更になってた。金プリ出れたとかいう恥ずかしいツイートしてるのやめてほしいどこにも、金プリちゃんの名前書いてないのにそれは、長らくたくさん金プリちゃんごひいきにしてくれた CDDV にとても失礼すぎんか W。そもそも CDDV が番組表にあっただけで、金プリが出るとは書いてないのによくここまで騒げるな。 と、冷静な意見も多く寄せられている。陰謀論じみた論調が白熱してしまっています。がファンのコメントから強く伝わってくるのはジャニーズ事務所に対する不信感なんですよね。キンプリから3人が脱退すると発表された2022年11月に、 ふミハルオンラインでは平野は2022年初頭から何度も藤島ジュリー恵子社長に面談を申し込んだがドタキャンが相次いだ。9月にようやく面談できたが、ジュリー氏はメンバーの話をまともに聞こうとはしなかったという報道もあり、ジャニーズ事務所に不信感を抱くファンが多かったですが、ここ最近は事務所が立て続けに金プリファンの怒りを買ってしまっており、 それでよりやれている感じです。前での女性編集者。一つ派、金プリの公式ファンクラブ宛てに、高橋とシクストーンズへの森本慎太郎25の主演ドラマ、だが情熱はある日本テレビ系のエキストラ募集のメールが届いたこと。そして、ドラマの収録は5月22日の朝から21時から22時までと告知されていたことだ。 四角 FC 動画の最後通告が大荒れに、5人金プリ最後の日には、コンサートは無理でもせめて生配信くらいはあると思っていたのに、高橋さんが終日ドラマ撮影。そんなスケジュールを組んだ事務所にファンが不信感を抱えたのが、まず一つ。 そして、もう一つパンを激怒させたのが、5月15日に金プリの公式 FC 動画に投稿された、メニュー101の出演告知動画です。前での女性編集者。まず目を引くのは、メンバーの並び、順が、平野が、センターの通常とは違い、左から長瀬、高橋、神宮寺、岸、平野になっていること。 また、残留する長瀬と高橋が手を後ろにすることもあって堂々としている一方で、事務所を去る三人はずっと手を前にして、体も小さく縮こまっている感じで、残留組と脱退組がくっきり分かれているかのような構図になっていること。そして何より、全員の表情が明らかに暗いことだった。 特に平野さんの表情は暗く周囲と壁がある感じすらありました、ね。また、NHK のメニュー101が最後のパフォーマンスとなるのは事実ですが、メンバーがそれぞれ最後のパフォーマンス最後なので、最後に目に焼き付けてと、何度も何度も最後という言葉を連発。ファンが最も聞きたくないワードにもかかわらず、なぜか連呼していて、 それで SNS が大荒アレになってしまったんです。普段のキンプリならもっと言葉をちゃんと選んだり、明るい雰囲気にするはずだから、カンペがあったんじゃないか、という指摘もありましたね。2016年1月18日に、スマップ非形クラスマップ、フジテレビ系、デスマップが謝罪を強いられたスマスマ性公開処刑を思い出す声も、 とにかく、ここ最近、事務所の対応が裏目裏目に出まくっており、それが原因で、些細なことで、金プリファンが激怒する流れになってしまっているわけですね。全能。ジャニー北川氏、去年87の性加害疑惑に関する謝罪や、金プリ3人の離脱。そして、それらに関する対応のまずさ。ジャニーズは今、混乱している 近く、こんな顔だっけ平野市用と確執藤島ジュリー社長を謝罪会見で見せた別人急激痩せ説金営、文みるなどでよく掲載されるジュリー氏の写真と雰囲気がだいぶ違っていた。ためこんな顔だっけという指摘も。そんなジュリー氏には平野との確執説もあり。